冥界は、中華民国海軍の冥界級巡洋艦の一番艦。日中戦争で、日本海軍航空隊の空襲を受け、洋ス港で格差。後に、日本海軍に捕獲、修理され、解剖艦500頭となった。日本の張り魔造船所愛い工場で1931年2月20日、寄港、同年10月10日、浸水、1932年7月30日、竣工。 浸水式の、明界。前年9月の満州事変及び、同年1月の第一次上海事変により関係が悪化した中華民国への引き渡しが危ぶまれたが、同年9月1日に中国軍に編入され、第一艦隊を編成した。1934年6月5日に練習艦隊に編入された。同年の東郷平八郎の国葬の際に、日本に派遣されたが、 6月5日、国葬には間に合わず議場隊を下関から列車で、東京に向かわせて、弔意を示し、本館の横浜入港は6日となった。日中戦争中の1937年9月20日、市内方面艦隊司令長官、長谷川清中将は、洋子港に停泊し南京攻略船において、脅威となっていた中国海軍巡洋艦2隻及び、 所在艦艇に対する航空攻撃を加齢。9月21日の攻撃予定は悪天候のため、取り留め。9月22日と9月23日、空母加賀航空隊及び基地航空隊の92式艦上攻撃機、95式艦上戦闘機、94式艦上爆撃機、96式艦上爆撃機による波状攻撃を実施する。 人工上流の洋子港沿岸所在の4隻は、戦闘能力を喪失。冥海は6 0ラム爆弾4発、水中有効弾5発を受け炎上、格座した。同年12月4日、第24駆逐隊等とともに南京を目指して、洋子港を訴状中の宝冠法図は、内科艇を派遣して格座した冥海を、調査、捕獲を宣言した。この時、 付近の中華民国軍は陸上陣地から機銃射撃を行い、ホズノリクミンに負傷者が出た。ホズは封鎖線を突破して、嶺海に接近、ホズノリクミンを収容して病地に戻った。南京攻略後の1938年に扶養され、日本に栄光された。1938年6月3日に、ハリマ船所あよい工場に到着、7月11日に、 ミクラと過小した太平洋戦争突入後の1944年同年6月1日平海は解剖艦80等と解明明海は500等と解明2隻は日本海軍に編入され解剖艦に類別された500等はクレチンジュフ席海上護衛任務に従事していたが9月19日お前崎南方で アメリカの潜水艦シャードの来撃により沈没した。9月25日には二等巡洋艦に種別、類別変更の予定であった。同年11月10日、500頭は駅務を解かれ、水上規模艦、秋津島等と共に除籍された。ありがとうございます。